僕が刀に興味を持ったのは、幼稚園の頃、年齢でいうと5歳ですね。たまたま通っていた幼稚園の近くに刀屋さんがありまして、幼稚園が終わると僕は刀を眺めていました。幼い頃の刀のイメージっていうのは、今現在世界中の人たちが思い描くような、そのものを裁断する能力、見た目のそのピカリと光るその美しさ、まあ、そういうところだったんですけども、今はまたちょっと違うところに魅力を感じています。火と水と鉄、その3つを人間が操作して一つの鉄の芸術品を作り上げているというところでしょうか。我が国が誇る本当に素晴らしい伝統文化、芸術品だと思います。まあ、小さい頃からね、おじいさんのお手伝いをしてまして、それで自然と覚えちゃったっていうのが本当の話だね。そうですね、26、27ぐらいだったかな、7ぐらいだったかな。まあその当時展覧会出して特賞を取るようになってた頃なんで、まああんまり考えもしなかったけどね。ただね、いいものを作るっていうことだけはね、教わりましたよ。刀鍛冶、吉原義人です。刀鍛冶はね、鋼を自分で作るんですよ。原料を作らなくちゃいけない。そこが刀鍛冶の一番のね、醍醐味であるしね。玉鋼っていうのはね、砂鉄をね、砂鉄っていうのは鉄鉱石ですからね、鉄鉱石を溶かさないで、そのまま還元した鉄なんですね。固まってはいますよ。固まってはいるけどね、完全に溶けて固まってんじゃないんですね。溶けかかって固まってるぐらいのもんで、そこら辺が普通の鉄と全然違うところなんですね。Thank you.
鉄の作り方にしてもね、人類が鉄を使い始めた頃の原点のねやり方をしてるっていうことかな。そこら辺が面白いっていうか、すごい原始的なんですよ。日本刀の鉄っていうのはね、一回も溶けてないんですよ。鉄そのものをね、鍛えてきれいにしてあるんで、溶かして作ってないんです。だって一回も溶けてないところにね、日本刀の面白さがあるんですよね。折りたたみしながらさ、十何回もやるとね、綺麗ないい鋼になるんですよ。
今現在日本刀というのは、世界でも、類を見ない鉄の芸術品としての位置づけにあります。巧みに練られた地金の模様ですとか、あと刃文の中をよく見るとさらに別の景色が見えると。鉄の中にそのなんていうんですかね、人間が自然を閉じ込めているような、そんな神々しいものを感じます。焼きを入れるっていうのはね、鋼の刃の部分をね硬くするんですよ。硬くするとね、硬くなったところとか硬くなってないところの境目がね、刃文っていうね、その光に透かすと光を乱反射するね、そういう組織になるんですね。硬いとこと柔らかいところが入り混じった組織がなってね、綺麗な光った線が出るんですよ。それを作るためにね、焼き入れをするんだけど、それ焼き入れの時に刀の温度が下がるね、変化をつけるわけね。粘土を置くと温度が下がらないわけだ、熱を伝えないからさ。でその差をつけるためにね、粘土を置いてね、形になるようにするんです。それをいかにこう刃文として表していくか。焼き入れはね、真っ暗なところでやらないとね、刀のね赤め方で温度が違ってくるんで、それがよく見えるようにね、真っ暗いところでやるんですよ。
僕にとってのいい刀っていうのはよく物が切れるとかそういうのではなく、眺めてると気分が落ち着く刀ですかね。僕の場合は逆にイライラした時なんかには必ず眺める刀があるんですけども、こう眺めてると、あれなんで俺怒ってたのかなというふうにこう心を鎮めてくれる、そういう刀が本当の意味でのいい刀じゃないかなと思います。日本刀というその骨董めいた世界の中に新たな息吹を与える作業をしている、手を加えているっていう日本刀の世界は素晴らしい伝統文化だなと思います。師匠からその弟子または子供に技術が伝わって、それをまたその子供だとか弟子にどんどん伝えていくと、まあ全員ね望むことはね、やっぱりいい仕事をしてもらいたいっていうことだけだね。やっぱりいい仕事できなくちゃね何もならないから、いい仕事をできるように頑張ってほしいと。いいのを作れるように、まあ、一生懸命やる気はないですよ。